天にいらっしゃいます父なる神様、この1週間の歩みをあなたが共にいてくださり、お伝えくださいましたことを心より感謝いたします。またこの安息日の礼拝に一人一人をお招きくださっていることも感謝いたします。礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし共に賛美するときとしてください。また御言葉をもって一人一人を養ってくださいますように、そしてまたそこに生きる力をお与えください。さまざまな理由でおいでになれない方々のことも覚えます。また世界ではさまざまな状況があり、穏やかな状態の中で安息日を過ごせない方々もおられます。安息日の主よ、どうか共にいてくださり、主が共におられる平安とまた癒しとをお与えくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初に聖書の朗読をいたします。マルコによる福音書12章の15節から17節、マルコによる福音書12章の15節から17節が、本庁の御言葉でございます。旧約聖書の72ページ、新共同訳聖書の86ページでございます。旧約聖書でお読みいたします。マタイによる福音書12章15節から17節。イエスは彼らの偽善を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリを持ってきて見せなさい。彼らはそれを持ってきた。そこでイエスに言われた。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らはカイザルのですと答えた。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに、神のものは 神に返しなさい。彼らはイエスに教団した。お立ちくださいまして、賛美歌の90番の一節を共に賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。共にひざまずいて祈りたいと思います。ご主人の方はどうぞお座りになって祈りに加わってください。天の父なる御神様、あなたが安息日の祝福を私たちに与えてくださり、私たちはそれを守ってあなたの御前に集わせていただきました。この特権を心より感謝いたします。それぞれの一週間をあなたが守ってくださり、必要を満たしてくださり、働き学び家庭のことをし、それぞれが十分に歩んでこれたことを感謝いたします。そして私たちは声を合わせてあなたを賛美し、捧げ物をし、あなたの御言葉に預けられる特権を感謝いたします。
私たちは十分に必要なものをいただいて、そして新たな力を得、また次の週に臨んでいくことができますように、私たちのために御言葉を取り継いでくださいます。近藤牧師にあなたの祝福と導きが豊かに与えられ、あなたの御言葉が十分に語られ、そしてあなたの民を潤し、私の共にひざまずいている者だけではなくて、ネットを通して礼拝に参加していらっしゃる方一人一人の祝福となることができるようにしてくださいますように、この世の中が本当に災害や戦争やいろいろなことでいつも取り巻かれております。世の終わりにいろいろなことが起こると言われたあなたの教えを私たちは知っています。動揺することなく人々を助け、本当に自分のことだけではなくて周りの人々のことを考え、惜しみなく捧げ、そして御国を目指して歩まさせてくださいますように、礼拝の時を感謝し十分な祝福をいただいて参ずることができますように、救い主である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは捧げ物を持って主を賛美したいと思います。今日の献金は礼拝献金と書かれておりますけれども、私どもの教会日本そして世界の伝道のために用いられる献金でございます。11また教会の約束献金等も合わせてお捧げくださるようにお願いいたします。それでは感謝の祈りをいたします。父なる神様、私たちの生活に必要なものをあなたが備えてくださり、必要な収入を与えていてくださることを感謝いたします。今その中からあなたに捧げ物をしようとしております。あなたがそれをお受けくださいまして、教会や日本や世界の伝道のために用いてくださいますように、あなたの御言葉が十分に述べ伝えるために捧げるだけではなくて、私たちも共に働かせてくださいますように、感謝をしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
諸乱す姉妹によってオルガンによって賛美が捧げられます。その後二つの国に生きると題しまして、近藤貢献天野教会市民牧師によって御言葉が伝えられます。今からちょうど12年前の今日、大きな地震に見舞いが奪われました。私はこの地震をマレーシアのボルネオ島にあるですね、サバ州というところで、アジアと共に生きる会のボランティアをしている最中に知りました。ちょうどこの日ですね、日本に早めに帰る参加者がおりましたので、私は空港までその方々を送ったんですけれども、空港のチェックインカウンターで成田行きの飛行機のチェックインをしようとしましたら、成田に飛行機は飛びませんと言われたんですね。なんでですかと聞きましたら、日本の東北のあたりで地震があったという報告だったんですね。なんで日本の東北で地震があったのに成田に飛ばないんだと、私はその地震の大きさが分からずですね、ちょっとチェックインカウンターの方に食ってかかったんですけれども、そのカウンターの方はですね、とにかくわからないという一点張りでですね、一旦そのサバ州のコタキナバルという町から、私たちが出発する町ですけど、プロジェクトをやっているところなんですが、そこからクアラルンプールまでは飛びますからということでですね、またそこで確認してくださいということで、2人の参加者をですね、クアラルンプール行きの飛行機に乗せてそこで送りました。私はですね、まだ何日か滞在しますので、もしかしたらクアラルンプールからまた戻ってくるかもしれないということで、コタキナバルの空港の近くのホテルに宿を取りまして、その夜ホテルでですね、 CNN のニュースを聞いて、大津波が襲った大地震だったことをですね、知り愕然といたしました。多くの方がお亡くなりになられ、今なお復興が続いており、いまだに故郷に戻れない人々がおられます。神様を信じておいまいが、この現実の世界において私たちはさまざまな苦難を負います。また苦難の原因は自然災害だけではありません。時にクリスチャンだからこそ経験する苦難もございます。今からちょうど80年前の1943年9月20日、治安維持法によってセブンス・アドベンチスト教団に全業務停止命令が出され、
牧師が一斉検挙されました。そのために戦時下の弾圧にあって、ある教会員の皆様はお墓参りに行くふりをしてお墓に集まって集会を持ち続けたと言います。戦時下の日本という現実の中で信仰者としてどう生きるかが問われた時代でした。イエス・キリストの時代のユダヤ人たちもですね、ローマ帝国の支配の中にあって、またその傀儡とも呼べるヘロデ王の支配という現実と、そして自分の信仰をどう折り合いをつけていくか悩み抱えていたようなんですね。その悩みの一つが税金を納めるという問題だったそうです。当時のユダヤの人々はローマとヘロデ王とさらに神殿に税を納めていたんですね。税の三重苦を背負っていたようなんです。ことにローマへの税金はですね、議論されていたようなんですね。ユダヤはローマの属州になっておりました。そしてローマの総督の管轄のもとに置かれ、その支配から税を納めることが義務付けられていたんですね。この徴税のための資料収集として人口調査も行われました。この人口調査がかなり過酷なものだったため、ユダヤ民衆の強い反発が起こったようなんです。そこで反ローマ闘争というのが引き起こされ、そこでですね、争いが起きました。しかもこの人頭税はですね、ローマのデナリ銀貨でですね、納めることになっておりました。この銀貨には皇帝の肖像が刻まれておりですね、その裏には神の子アウグストゥスの子、皇帝にして大祭司なるティベリウス、またはですね、高貴なる神の子皇帝にして大祭司なるティベリウスという文字が刻まれておりました。この効果はですね、皇帝の政治的支配のみならず、皇帝を神の子大祭司というふうに表しているわけです。そのような皇帝の神のような権威の象徴でもあったわけです。その効果を使って税金を納めるっていうこと、ユダヤ人たちはですね、非常に抵抗を感じたんですね。人間の形をかたどる肖像を作り、それを敬うようなですね、偶像礼拝に対して、聖書の信仰もそうなんですけども、このユダヤ人にとってですね、この効果を用いてローマに税金を納めることは、立法遵守を主張するパリサイ人のような人々にとってはもう許しがたいことだったようなんですね。しかもそのコインには先ほど話したように神のことまで書かれているわけです。皇帝のことがですね、非常に抵抗したようです。でも中にはですね、この現実とそして自分の信仰をどう折り合いつけようかということでいろいろ考えた人たちもいたようなんです。例えばあるパリサイ人の中にはですね、旧約聖書の中のダニエル書にある神が王を廃し王を立てるという言葉をよりどころにですね、究極的にはこの皇帝も神によって立っているのだから、皇帝に税を納めることを容認するという意見を出した人もいたようなんですね。一方、ヘロデ党と呼ばれるグループはですね、当時ガリラヤ地方の領主であったヘロデ・アンティパスの手先として呼ぶべき、そういう人々でした。彼らはですね、その支配を盤石なものにして、ゆくゆくはガリラヤ地方だけではなくて、ユダヤ全域をですね、治める王となりたいというですね、期待があったようなんです。そのためですね、ローマに媚びを売って、税金を納めることを積極的に肯定していたようなんですね。そんなですね、状況がこの当時あったようなんです。その状況がですね、今日の皆さんで読んでいく場所に反映されています。マルコによる福音書の言葉ですね、お読みしたいと思います。
13節からのところをお読みいたします。マルコによる福音書12章の13節からの言葉です。さて、人々はパリサイ人やヘロデ党の者を数人イエスのもとに使わして、その言葉尻を捉えようとした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばかられないことを知っています。あなたは人に分け隔てをなさらないで、真理に基づいて神の道を教えてくださいます。ところで、カイザリに税金を納めてよいでしょうか、いけないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。今お読みしました中で、カイザル、これ皇帝のことです。皇帝に税金を納めてよいか悪いか、納めるべきか、納めてはならないかというような質問が出ています。この納めてもよいかとか否かとか、べきか否かっていうのはですね、この表現は当時の、先ほどちょっと少し紹介いたしました、当時のローマへの納税に関するユダヤ人たちの中にあったですね、さまざまな意見が反映されているんですね。もう絶対いけないといった保守的なグループもあれば、いや、納めてもいいんじゃないですかといったグループもあれば、いや、納めるべきだともっと強調してですね、進めたグループもある。まあ、そういうさまざまな諸説ありですけれども、意見が反映された実はこの質問なんですね。今ご説明しましたようにですね、パリサイ人とヘロデ党の人々はローマへの納税について異なった意見を持っておりました。普段はですね、絶対に一緒に何かするっていうグループじゃないんですね。しかしですね、共通の目的、イエスを貶めるという目的のためにですね、この2グループ手を組んだんですね。利益が一致するとですね、自分の主義主張を棚に上げて妥協する例というのは、これ現代でもマイクにいとまがないですね。現在もそういう政治劇をいろいろ私は見させられております。自分の利益を得ようとする人間のエゴイズムのなせる、これは技ですね。聖書は非常にそういう姿をですね、赤裸々に見せているわけです。しかもこの人々の背後にはですね、送り出した人々がいるわけです。イエス・キリストを貶めようとしていた大物たち、神殿の祭司、大祭司、律法学者、民の長老たちがその背後におりました。これは背後にいる者たちから送られてきた人々がですね、イエス様にあたかもイエス様を敬い、当時議論されていたローマへの納税について教えを受けるような態度で質問したんですね。しかしここを読むと、実はですね、そんな教えを受けて真摯にそれを実践しようとなんて考えていなかったようなんです。しかしですね、彼らの言ったこのイエス様へのこう敬うような言葉、イエス様がこういう方ですよねと言っているこの言葉はですね、皮肉にもイエス様を貶めようとしていた彼らのこのお世辞の言葉はですね、そのままイエス様を表している言葉でもあるんですね。イエス様が真実な方で、真理に基づいて神の道を説いていると言っています。神の道、すなわち神様が人間に命じられている人間本来の在り方、それを真理に基づいてあなたは教えてらっしゃいますよね、と言っているわけです。神の道という表現はですね、当時のユダヤ教においてよく用いられた表現なんだそうです。確かにイエス様は真実なお方です。この方の真実さはですね、その言動に表されています。そして何よりもこの後に起こる十字架の死と復活に表されています。この方が私たちのために命を懸けてくださり、死の淵からよみがえってくださった。そこに私たちの罪が許され、神様と共に生きる希望があります。そしてまた、それは死を超えて生きる希望でもあります。それほど真実なお方で、
私たちを罪から救い、神様と共に生きるものとしてくださる方です。そして神と共に生きる生き方とはどういうことかも教えてくださる、まさにこの神の道を説いてくださった方です。またイエス様はですね、誰をもはばからない方です。人々を分け隔てなさらない方です。別な訳ではですね、人の顔色を見ずと訳している訳もあるんですね。これも確かにそうです。イエス様は確かに人の顔色をうかがい忖度するようなことをなさらないお方でした。相手が祭司であろうが国会議員であろうが、言わなければならないことを臆せず配慮をなさりながら、それぞれに違った表現はしましたが語った方です。また例えば当時の人々から忌み嫌われて接触を拒まれた人々に対しても遠慮せず、周りからどう言われようと気になさらず交わられた方です。そしてその人々をも救うために関わられました。一人一人を神様から救われるべき価値ある存在として見ておられたお方です。だからこそ罪人である私たちの救いのために罪を犯されませんでしたけれども、イエス様はまっすぐに十字架に向かわれたのです。しかし確かに言っていることはですね、イエス様を表していて理解し敬っているかのように聞こえる言葉なんですが、実はイエス様から学んでその教えに生きる気は毛頭ないんですね。この人たちには彼らの意図は、イエス様が税金を払わなくてもよいともし言ったら、ヘロデ島が訴える口実を得ることができます。ローマに歯向かっている宗教指導者としてですね、訴えることができるわけです。また払うべきというならば、多くのですね、熱心で保守的なユダヤ人を失望させてイエス様の名声を貶めることになります。どっちに転んでもイエス様の名がですね、名を貶めることのできる、そういう非常にですね、トリッキーな質問だったわけなんです。だからで偽善者なんですね。敬意を表しているように振る舞いながら、心の中はイエス様を貶める悪意があってですね、学ぶ気持ちはなかったんですね。表面に現れる態度と動機がかけ離れている、ここが偽善者と言われるところです。これは私たちの日常生活にも時に見られますし、私たちも同じようなことをしてしまう場合があるのではないかと思うんですね。聖書は私も時に陥る偽善的な姿をまたここで表しています。しかしイエス様はですね、彼らの心の中にある動機を見抜いておられました。だからイエス様はこうおっしゃいました。この後のところをお読みしたいと思います。イエスは彼らの偽善を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか、デナリを持ってきて見せなさい。これまでイエス様を試みて貶めようとする場面が何度かありました。ここもそうです。イエス様を敬い、イエス様から学ぼうとしているかのように振る舞いながら、実はイエス様を貶めることが動機であり、イエス様から学んだことを実践するつもりはこの人たちにはなかったんですね。私たちはこのようにイエス様に対して悪意を抱くことはないだろうと思います。だから私たちにとってこの物語はですね、縁のない物語のように思われるかもしれません。しかし私たちがですね、今礼拝で聖書のメッセージを聞くとき、あるいは聖書を学ぶとき、
聖書から示されたことに真摯に向き合う姿勢を私たちは持っているでしょうか。神様が私たちに望んでおられることを生きる、それを求める謙虚な姿勢を持っているでしょうか。神様は私たち一人一人を神と共に生きるよう招くだけではなくて、招いた私たちをイエス様に習うものとして育てようとしておられます。これがクリスチャンの霊性のゴールと言ってもいいです。それを真摯に求め続けているでしょうか。いや、もしかしたらですね、求めているんだけども自分がなかなか成長しないように思えて悩み、やや諦めモードですという方もいらっしゃるかもしれません。しかしイエス様を貶めようとしていた人々が言ってたようにですね、イエス様は真実な方でいらっしゃいます。前回私が説教いたしましたときに、有名な、すでに願ったことは叶えられたと信じるならそうなるとイエス様がおっしゃったところを読みました。これもまたイエス様と共に歩む中で、真実なお方であるイエス様が私たちになさってくださることなんですね。イエス様のことをなかなか理解しない弟子たちにも、イエス様は忍耐強く関わられ導いてくださって、伝道者として育ててくださいました。憐れみ深いイエス様に支えられて弟子たちが成長したように、私たちもですね、一歩一歩諦めずイエス様によって成長させていただけたらなと思うんですね。ぜひ御言葉を読むとき、礼拝の中で御言葉を聞くとき、それをイエス様が私たちのうちに、私の歩みの中に実現してくださると、すでに叶えられたと信じてですね、求めていきましょう。さて、私はですね、その歩みの、イエス様に向かって歩む、歩みの途中にあるものです。私の歩みは神様に愛されている神の子としての歩みです。しかし、その神の子として歩む歩みの中にはもう一つの現実があります。いや、むしろこの現実こそですね、普段の生活の中で意識されている現実です。それは当時の人々が直面したような厳しい現実だったりいたします。最初にお話ししましたように、当時のユダヤの人々、ことに律法に忠実であろうとした熱心な人々はですね、神の民という自己認識と、ローマに支配されているという現実の狭間の中で、どう律法に従って生きたらよいか、律法の解釈とその実践について議論し続けていたんですね。ローマへの納税の問題もその一つでした。だからこれは本当に悩み事の一つだったということもあって、また変に答えるとですね、反発を買うということでイエス様を貶めようとしてこの問題をふっかけたわけなんですけれども、その質問に対してイエス様はですね、どのようにお答えになったでしょうか。それがその後のところです。16節からのところを読みします。彼らはそれを持ってきた。思ってなかったようですね。そこでイエスは言われた。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らはカイザルのです、と答えた。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。イエス様はですね、
まず納税に用いられるデナリオン銀貨を持ってくるよう指示いたしました。この銀貨で先ほどお話しましたようにローマへの税金は払わなきゃいけないわけです。熱心なユダヤ教徒にとってそれは悩みの種でした。先ほどお話ししました通り、その硬貨には皇帝を神格化し神のことを称える文字が刻まれていました。それをローマに納めるというのは、それを権威を認めているような行為と考えられたんですね。だからこれに反抗してガリラヤのユダと呼ばれる指導者が、紀元前6年、イエス様が生まれる少し前なんですが、神のことを自称するローマ皇帝に税を納めることに反発してですね、反乱を起こしたことがあったようなんですね。しかしこの反乱はローマ軍によって鎮圧され、ユダをはじめ首謀者は皆十字架につけられて殺されて、この反乱は鎮圧されました。まあ、こういういきさつもあってですね、ローマの支配のもとユダヤ社会の中でこの効果が流通していったわけです。まあ、渋々といいますかね、抵抗感を感じながらも治めた人たちはたくさんいただろうと思います。まあ、しかしローマの支配のもとにあるユダヤ社会でもこの効果が流通し、経済生活が営まれておりました。この効果を用いることでですね、他の地域とも貿易をすることができたわけです。共通の効果でやり取りができるわけですから、これが当時の現実だったんですね。そしてこのことは彼らがどんなに嫌だったとしても、ローマの政治的支配のもとにあるという事実をですね、自覚せざるを得ないことだったでしょう。日々の生活の中においてですね。そしてまたローマの平和と呼ばれるようにですね、ローマの武力によって地中海沿岸にある程度の秩序が保たれ、街道も整備されました。街道のところどころに、今でいうと駐在所みたいなところが置かれてですね、ローマ軍が駐屯したようなんですね。そして治安を維持したようなんです。そのためにですね、人がこれまで以上に安全に行き来することができるようになりました。この環境の下で後のクリスチャンたちも各地に散っていって伝道いたしました。同時にですね、イエス様を十字架にかけたのも、もちろんユダヤ人指導者の意図があったにせよ、直接的にはローマ帝国の権威のもとにある皇帝、総督ピラトによってです。この後十字架にかけられていきます。さらに皇帝を神として礼拝しなかったために、多くのクリスチャンたちが迫害され、殉教していきました。それもまた歴史の事実です。イエス様はですね、こういう現実に対してですね、争い、かつてのガリラヤのユダなどが起こしたように、武力闘争や反ローマの反旗を掲げる政治的な活動をなさいませんでした。一方でこの権威に迎合し、あるいは媚びを打って、ヘロデ島のようにですね、この現実の中でうまく生きてこの世の成功を収めることを求めることもなさいませんでした。イエス様はですね、デナリ銀貨にローマ皇帝の肖像があることを確認されてこうおっしゃったんですね。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。カエサル、すなわち皇帝です。皇帝の肖像が彫られているコインは、まさしくローマ帝国の政治的、経済的支配を象徴していました。そしてその皇帝の命令のもと発行された効果なわけです。先ほど述べましたように、この支配のもとで多くの苦悩をユダヤ人もクリスチャンも負いましたが、同時にそのシステムの中で守られ、支えられ、また経済的な営みがなされ、また伝道も広がっていったという面もあったわけなんですね。そのような現実の両面をイエス様は見ているんですね。
そしてその見ておられてイエス様がおっしゃった言葉はですね、とても面白い言葉です。返しなさいという言葉なんです。納めなさい、納めていいですかという質問に対して納めなさいとは言わなかったんです。返しなさいという言葉を使ったんですね。聖書はですね、本当に注意深く読んでいくととても興味深いですし深いなと思います。返すというイエス様が語られた言葉はですね、返還義務、償還義務を負っているというようなですね、あのことを意味する専門用語なんだそうです。何か負債、借りがあるものを返すというような、そんなニュアンスのある言葉なんだそうです。ローマ帝国という異文化の支配において、その支配に負っているものに対して返却するという意味なんだそうです。それは礼賛でも反対でもありません。現実の世俗社会の中で受けている分に対する私たちの責務としての返還、お返しするということなんですね。例えば私たちが信仰の純粋性を保つためにですね、日本のどこか山奥へ逃げてそこで自給自足をしたとしても、私はこの日本国という世俗社会の恩恵から逃れることはできないんですよね。日本国内に生きている以上です。時々テレビでもですね、こんなところに一軒家みたいな番組がありますが、よくあの中で生活しているなというところに住んでいらっしゃる方々もおられますけれども、それであってもですね、私はこの日本国の、秩序の中に生きているんですね。今安息日礼拝を行っておりますが、今使っている、ここでも輝いている電気があります。この電気を誰かが働いて供給してくれています。そしてまた電気も水もすべて自然から仮にですね、自作して日本の山奥に住んだとしても、私が安心して生活できる日本というこの治安の中で生活しているわけですね。先ほど申し上げましたけれども、先ほど申し上げましたように、今日はちょうど東日本大震災が起こった2011年3月11日からちょうど12年目にあたります。あの時に必死になってライフラインを復興した人々がおりました。命を懸けて原発が最悪の事態にならないよう取り組んだ人たちがいらっしゃいます。その上に今の私たちの生活は成り立っているんですね。時に科学は私たちの信仰と相入れないものとして宗教対科学のような図式が描かれることもありますが、しかし現実生活の中で私たちは科学の恩恵をも受けております。医療もその一つです。コロナウイルスの問題に不眠不休で取り組んでくださった医療従事者の方々がおられます。私たちはその現実の世界の恩恵を受けているのです。また今 YouTube で礼拝に参加していらっしゃる皆様もいらっしゃいます。私が大学生だった80年代にはですね、想像できないことですね。これをまたインターネット技術の普及の恩恵を受けているわけなんです。こういったことに対してイエス様はですね、返すという言葉をお使いになられたんですね。この返すという言葉には、たくさんのこの社会の中において私は恩恵を受けて支えられているというですね、視点があるわけなんです。イエス様はこのローマの支配に置かれているという現実を冷静に観察して、それに応答して生きることを示されたんですね。しかしそれは決してですね、無条件にローマに従うということを意味していません。実はもっと大切な、私たちを支えている支配の中に私は生かされておりますし、そこに目を向けなければなりません。
だからイエス様は最後に、神のものは神に返しなさいとおっしゃいました。私は人間の作り上げた体制、世界の中に生きているとおります。今世界はグローバル化されて、世界的にいろんなものが流通しているわけなんですけれども、同時にこのコロナウイルスの問題はまさにグローバル化の結果でもあるわけです。いち早くどこかで起こった病気が日本国内にも入ってきたわけですね。この問題が起こって以来、世界の状況はまた目まぐるしく変化していっています。このように世界の中の状況は時代の中でどんどん移り変わりゆくものなんですけれども、しかしこのような人間の営みの中で揺るぐことなく世界を治め導いておられる方がおられます。今週の聖書ガイドでも学びましたように、この方が世界を創造され、この方によって支えられ、この方が真の意味で世界の所有者であられます。デナリ銀貨が発行した皇帝の権威のもとにあるのならば、私たちは私たちを創造された主なる神のもとにあるものです。人間の支配の上にさらに大きな支配があります。この世界の真の所有者がおられる、この方が世界の歴史を見守り回復へと導いておられます。そういう意味で私たちはですね、二つの国に生きているんですね。例えば12年前、復興のために必死に取り組んだ人々がおられたことを私お話しいたしましたが、きっとその背後においても神様はその人々の心にお働きになり支えておられて、その献身を導かれたことと思います。礼拝の最初に、ここも神の御国なればと賛美いたしましたように、私たちは神様のご支配の中で生きているものなのです。私は神様から命を与えられた神のものです。ローマの皇帝が発行したコインには皇帝の肖像が刻まれておりました。今の写真出ています、この硬貨がですね、デナリオン銀貨です。ティビリウス、イエス様の時代のですね、銀貨です。ちょうどおそらく、もしかしたらこのお話をなさった時にこの銀貨がイエス様の前に差し出されただろうと思います。間違いなくですね、月桂冠を頭にかぶったティベリウス皇帝の肖像が刻まれています。イエス様はこれを見て、皇帝のものは皇帝に返しなさいとおっしゃいました。しかし神様が作られた私たちはですね、神様にかたどり、神様に似せて作られたと創世記の一章の中には書かれています。神様に似たものとしての性質は罪の結果損なわれてしまいましたけれども、心のマナにありますように、私たちはですね、イエス様の命という代価が払われて神様のもとに買い戻されたものです。心のマナをご覧になってください。コリント第一の手紙の6章の19節からの言葉をお読みいたします。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちはイエス様の命という代価が払われて神様のものとして買い戻されたものです。そればかりか、
私たちのうちに聖霊が宿っておられる。私は神様の宮なんですね。そして私は神様のものという、この後のですね、コリント第2のですね、1章の中には神のものという証印の保証として心に聖霊が与えられるとも言われています。神様のものとしてあまりにも不十分に思える私たちですけれども、しかしそういう私たちの心に聖霊が宿ってくださっていて、この聖霊によって神様の栄光を表すものとして神様は私たちを用いてくださいます。ちょうどローマのコインが皇帝を証しして、そしてこの皇帝が及ぶ支配が及んでいるローマ帝国内で用いられたように、私たちも用いられるんですね。そしてどんなにコインが汚れて汚くなったとしても、皇帝の肖像がある以上、一デナリは一デナリの価値があるんですね。私も失敗や落胆することがあっても、あるいはさまざまな理由からこれまでできたことができなくなり、すごく寂しい思いを抱えることがあったとしても、私たちは神様にとってイエス様が命を懸けてくださり、聖霊が宿る神の宮としての変わらぬ価値を持っているものなんです。だから私たちはこの現実の世の中にあって、世捨て人になるのでもなく、あるいは世俗に染まってそこに流されていくわけでもなく、イエス様の命という代価によって神様のものとされ、聖霊が宿ってくださっている神の宮として生きたいと思います。私の全存在を持って神様に用いていただきましょう。そしてこの世にあって私の役割を誠実に全うしながら、神様の栄光を少しでも表すものとしていただきましょう。神様が私どもの献身を受け止めてくださり、聖別しお持ちくださいますように。それではお立ちくださいまして、365番の一節を賛美し、そしてまた自分の家に帰っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。
天にいらっしゃいます父なる神様、あなたはこの世界をお作りになられた真の所有者であり、また支配者であられます。私どもはその中であなたの恵みに支えられ生かされています。同時に私たちは人間が作った体制の中で生きているものでもあります。そしてそれは必ずしもあなたの御心に沿うことばかりではありません。その狭間にあって私どもは時に苦悩し、信仰の決断をも迫られることがあります。イエス様はそのような私どもに、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとおっしゃいました。まず私たちが神のものであることを覚えさせてください。そしてあなたのご支配の中で、この世において私たちが負うべき務めを誠実に全うすることができるよう力をお与えください。そして何があなたの御心に沿うものか、そうでないかを聖書の言葉と聖霊の導きによって見極める霊的洞察をお与えくださり、あなたの御心に生きるものとしてくださいますように。そしてそのことによりあなたを証しするものとしてくださいますように。そのように私どもを受け止めてくださり、生かしてくださることを感謝し、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。